アクセル・トゥアンゼベは、イングランドのサッカー選手。ポジションは DF。プレミアリーグ、アストンビラ FC 所属。2017年1月29日、FA カップ4回戦のウィガンアスレティック FC 戦で、トップチームデビューを飾った。5月8日、第36節のアーセナル FC 戦で、プレミアデビューを果たした。2018年1月25日、アストンビラ FC に、 シーズン終了までのレンタル遺跡で加入。2018から19シーズンはアストンビラのプレミアリーグ昇格に貢献した。2019から20シーズンは俺、グンナースールシャール監督の元出場機会を得て、9月28日のロッジデール AFC 戦では初めてキャプテンマークを巻いた。2020年10月20日2020から21。 UEFA チャンピオンズリーグ予選パリ・サンジェルマン戦にてスターティングメンバーとして出場。快速を生かして敵攻撃陣に対して素晴らしい対応を見せた。2021年8月8日、アストンビラ FC に再びシーズン終了までのレンタル遺跡で加入することを発表。万有の新生十九歳 CB、デビューから四日後に新契約締結。二千二十年まで、 契約延長フットボールチャンネル2017年2月3日、閲覧。トランスファーニュース、ツアンゼベアライブズアバフック、CEO、UK2018 年2月16日閲覧。万有指揮官、21歳、DF ゲームキャプテン抜擢の理由を説明、信頼を伝える手段フットボールゾーン2019年9月28日、ツアンゼベジョインズビラオンローン。アストンビラ FC、 2021年8月8日、閲覧。ユナイテッド DF、トゥアンゼベがガ、アストンビラに、通算3度目のレンタル遺跡。超ワールドサッカー。2021年8月8日閲覧。ありがとうございます。